はい、こんにちは。今日は京都大学の問題です。問題はこちらです。NC、X2 乗プラス Y2 乗イコール1の外部の点 P、AB があると。で、P から NC に引いた2つの接線の接点を Q1、Q2 とし、線分 Q1、Q2 の中点を Q とすると。で、P が NC の外部で X-X-Y プラス1、小なり0を満たす範囲にあるとき、点 Q の存在する範囲を図してよ、といった問題ですね。これ状況を確認すると、とりあえずこの単位円があって、その円の外の P っていうところから、こう2つ接線を引いて、接点を Q1、Q2 として、そしてその線分の中点 Q としますよ、と。で、今、P、AB っていうのがこの範囲にあるときに、じゃあこの Q っていうのはどこの範囲にありますかっていうことを聞いていますよ、と。で、これは曲線と反転の問題ですね。じゃあまずは、これがですね、O、Q、P っていうのが一直線上に並ぶよっていうことから示しましょう。これは、簡単に言うことができて、今 Q っていうのはこれ中点ですので、ここの長さは等しいよと。中点ですので。で、あとはこれは、接点までの距離は等しいですよね。ということは、これ三角形2つ、合同なものになりますね。合同な三角形ですから、ここ90度になるよと。90度、90度ですね。ということは、これとこれっていうのは、垂直に交わるよということが言えます。で、同様にこっち側もこう引いてあげると、この2つの三角形は合同になり、ここも90度ですよと。ということは、これ90度、90度ですから、一直線上に並びますよね。OP と OQ っていうのは、一直線上に並ぶよと。つまり、OP ベクトルっていうのは、K 倍の OQ ベクトルっていうふうに置けますよと。そして、これ同じ方向を向いているので、OQ と OP っていうのは同じ方向を向くベクトルですから、K は正というふうに置けますよね。K を、まあ、実数とすると、今正の値を取りますよと。こんなふうに置けます。で、あとはですね、この三角形と、三角形 OQQ1 ですね。OQQ1 とこの三角形。それから OPQ1 ですね。これ相似になりますね。三角形 OPQ1 ですね。これとこれっていうのは相似になりますよと。ここの角共通で、ここ90度ですから、こっちも90度で、二角が、等しいので、これは相似ですよと。ということから、辺の比を考えると、OQ1 対OQ1 対 OQ ですね。ここ対ここっていうのが、ここ対ここになりますね。OP 対 OQ1 になりますよと。つまり、これかけるこれとこれかけるこれが等しいということから、OP と OQ をかけると、これとこれかけると、OQ1 の2乗になりますよと。つまり、OQ1 っていうのはここの半径ですから、これ半径今1ですよね。これ1になりますよと。ということで、OP の長さと OQ の長さかけると、一定の値ですよと。1になりますよと。今回の場合。で、これが反転ですよと。OP の長さと OQ の長さをかけて、まあ、なんか一定の値になるよと。いうのが反転ですよと。要するに変換ですね。P を Q に変換します。Q を P に変換しますよと。こういうふうに、あの値に変換しますよっていうのが、反転というやつです。で、今回これが成り立っているので、要するに反転の式ですよね。反転の、変換の関係だと。で、要するに、今これを使って求めていきましょうということです。で、今回これ1ですから、これイコール1として、で、じゃああとどういうふうにやるかっていうと、今 OP っていうのが、これ AB ですね。ここは AB ですよと。じゃあ OQ はっていうと、ここの座標を、XY としましょうか。Q の座標を、じゃあ large X、large Y と置くと、ここは large X、large Y。ということは、こうなりますよね。A っていうのは KX。B っていうのが KY というふうに置けますよと。つまり、この OP っていうのの長さっていうのは、OP の長さっていうのはここの長さですから、A2 乗足す B2 乗のルートですね。これ2乗しましょうか。2乗2乗しても問題ないよと。そうすると、A2 乗足す B2 乗ですね。これ。それから、OQ の2乗っていうのは、X2 乗足す Y2 乗ですね。こうなるよと。で、1の2乗は1ですから、こうなるよと。この長さとこの長さかけて1ですよっていう関係が出てきますよと。で、今 A っていうのが KX ですか、ここ K2 乗 X2 乗。B っていうのは KY ですから、K2 乗 Y2 乗。こうなりますよと。つまり K2 乗でくくると、こうなるよと。で、これにこれをかけるので、こうなりますよね。イコール1というふうになりますよ。で、これ両方全部これ正の値ですから、2乗を取ると、KX2 乗プラス Y2 乗。イコール1になりますね。この式が出てきますよと。さらに、X2 乗足す Y2 乗っていうのは、これ0ではないですよね。
これ0であれば、今 K は正ですから、これ0になることはないよ。かけて1になるものですから0ではないので、K は X2 乗足す Y2 乗分の1と、こういうふうに置けますよと。K の値っていうのはこういうふうに置ける値だと。つまり、A、B っていうのは、今ここ K はこれですから、X2 乗足す Y2 乗分の1の XY と、いうふうに置けますよと。A、B と XY の関係はこういう関係ですよと。ここの点の座標 A、B と、この Q の座標 XY っていうのはこの関係を満たしてますよということが言えます。で、あとは、今この A、B っていうのがこの範囲を、にあるときですね。つまり A、B っていうのはこれを満たすよと。じゃあ A 括弧 A-B 足す1ですね。ここ X を A、Y を B にするとこうなるよと。これが0より下ですよ。この範囲を A、B が動くとき。で、XY の範囲を求めたいので、これをここに代入しましょうか。つまり、A がこれ分の X ですから、X2 乗プラス Y2 乗分の X ですね。A。それから、X2 乗プラス Y2 乗分の X、マイナス X2 乗プラス Y2 乗分の B っていうのは Y ですから、こうなると。で、足す1ですね。これが0より下ですよと。これが、この範囲だと。XY の範囲になりますよと。さらに、外部にあるということから、この円の外ですから、要するにこの AB っていうのは円の外。AB は円の外ですから、A2 乗足す B2 乗っていうのは、これ1よりも大きいわけですね。外部ですから。1より大きいよというのが必要ですよ。この円の外部の点 AB ってことから、これが必要。ということは、これでまた XY で表すと、X2 乗足す Y2 乗分の、X の、これの2乗ですね。足す X2 乗足す Y2 乗分の Y。これの2乗が1より大きいよと。この2つが必要になりますね。これとこれ。必要というか、これとこれが Q の範囲ということになります。外部の点でさらにこの範囲を満たすよということで、こんな風に XY だけの式で表すことができました。これをあと解いて図示していけば OK ということになります。では、あとはこれを解いていきましょうと。まず、この上の式なんですが、これ、通分すると、x2 乗足す y2 乗の2乗分の、x2 乗足す y2 乗ですね。これが1より大きいよと。でこれ、1個消えますよね。これ、2個あるんですが、この1個が消えますよ。つまり、x2 乗足す y2 乗分の1。これが1より大きいよと。で、これは、正の値ですね。今、これ0になることはないので、正。ということで、これをかけると、こっちに x2 乗足す y2 乗が来て、これ消えて1になりますよと。ということで、この範囲。で、これ正の値ですから、0になることはないので、この範囲ですよと。0より大きく、x2 乗足す y2 乗っていうのは1より下ですよと。これがまず1個、この範囲ですよということが分かりました。じゃあ次、下の式ですね。下の式はっていうと、これも、この、まず括弧の中通分しましょうか。そうすると、x2 乗足す y2 乗。で、A 分の x-y 足す x2 乗足す y2 乗ですね。この1があるので、こうなるよと。で、さらにこれをかけるので、これの2乗で、x かけるこれですね。これが0より下ですよと。で、これ正の値ですから、これ分母を払うと、こうなるよと。これが0より下ということで出てきましたよと。つまり、結局どうなったかっていうと、x かっこ x-y プラスの x2 乗プラス y2 乗。これが0より下ですよということになります。で、この括弧の中身っていうのは、これ平方完成すると、x プラスの2分の1の2乗。それから、プラスの y マイナス2分の1の2乗ですね。で、ここで4分の1、4分の1を余計に足しているので、プラスの2分の1を余計に足しているよ。ということで、マイナス2分の1をしましょうと。そうすると、この括弧の中と同じ式になりますよと。つまり、こんな風に変形できますよと。この式っていうのはこういう風に変形できます。で、あとは、これを、つまり、この円の方程式ですね、これ。これイコール0としたとき、円の方程式だ。じゃあ、今これを後図示していきたいんですが、これとこれですね。これはっていうと、XY 平面上で考えると、今これは単位円ですね。1。これイコール0としたときに、この単位円ですよと。半径1の円ですよと。で、0ではないので、この0原点は除きますよってことですね。原点は除いて、この内側を取りますよと。1より下の部分ですから、この内側ですよと。で、内側の範囲、かつ、これですよと。これはっていうと、x が正であれば、この括弧の中身が負であるよと。×
かけてマイナスということですから、かけて負ですので、プラスマイナス、あるいはマイナスプラスの場合がありますよと。この2つの場合を考えれば OK と。じゃあまずこの括弧の中身、イコール0としたときには、これ、円の方程式ですね。半径がルート2分の1の円ですよと。マイナス2分の1と2分の1の点。つまり、中心がここですね。マイナス2分の1、2分の1。ここの点取って、半径がルート2分の1ですから、ちょうどここ、ここ、ここを通りますよと。こういう円になりますね。こうなって、こうなるよと。こういう円になりますよ。この3点をちょうど通りますよと。で、じゃあまずこれは、x が正の場合。x が正の場合というのは、こっち、ここの範囲ですね。x が正ですから、ここの範囲。ここの範囲の時には、これは負ですよ。つまり、この円の中身ですよと。この円の内側を取りますよということですね。この x が正の範囲、かつこの円の内側ということは、ここの部分になりますよね。ここの範囲になりますよということで、まずは、ここの領域だということがわかります。じゃあ次、x が負の時。つまり、こっち側ですね。こっち側の時は、これは正ですよということは、この円の外側ですよと。外側かつ、これを満たすということで、ここの部分ですね。この円の内側ですから、そしてこの円の外側ですので、ここの範囲ということになります。ということで、これが求めるこの、Q ですね。XY の領域ということになりますよと。で、あと全部これ、イコールはついてないので、統合は含んでないので、境界はすべて含みませんよと。まあ、もちろんここも含みませんし、この線は全部境界は含みませんと。境界は含まないと。ということで、図示することができました。以上です。ありがとうございました。